お土産の額を今から言いますよ。外で言っちゃダメですよ。官房機密費使ってるから。あの当時総理だった安倍晋三さんからですね、国会を代表してオリンピック招致には必ず勝ち取れと。でここから今から喋ることメモ取らないでしてくださいね。ハセ、金はいくらでも出す、官房機密費もあるから。それでね、 IOC 委員のアルバム作ったんですよ。 IOC 委員が選手の時に、各競技団体の役員の時に、各大会での活躍の場面を撮った写真が、それ105名の IOC 委員の全員のアルバムを作って、お土産はそれだけだけど、そのお土産の額を今から言いますよ。外で言っちゃダメですよ。官房機密費使ってるから。一冊20万円するんですよ。